さて、若元春と阿炎、5勝3敗同士。阿炎のもろ手突き、中に入って若元春の相撲になりそうです。左四つで得意の形で寄り切りました。若元春6勝目。この辺りも若元春自力を蓄えてきています。若い頃からね、時津風部屋によく稽古に来てましたもんね。そうですね、まあ、同級生っていうのもあって、はい、そうです、花一、はい、やっぱ稽古場でも負けたくないなっていうのはあったんですけど、やっぱりこの左を差すと強いっていうのは昔からだったんですけど、はい、最近特にこう左を使ったらもう皆さん多分そうだと思うんですけど、はい、嫌だなと思わせてるので、はい、そう思わせてる分警戒してくれたので、今日も阿炎さんが余計に考えてしまったのかなってのがあるんですけど、先ほど翠富士もそうですが、相手に考えさせるというところがね、強くなってきてるんでしょうね。やっぱり星が上がってる人たちはそういう相撲を取ってると思いますし、相手に嫌だな、どうしなきゃいけないかなっていうのをやっぱ考えさせるのも一つの戦法だと思うので、そうですね、うん、この型があるっていうのはやっぱり魅力的ですし、羨ましいなと思います。そうですか、はあ、若元春平成5年生まれで、もうほぼ9月生まれの豊山さんと若元春10月生まれですから、もうね、ほぼ同じ時期に生まれたと、はい、まもなく若元春も今年10月には30歳になるということです。まあでも若元春はこれからですね、まだまだ。そうですね、体も元気そうですし、やっぱこの左の型っていうのがあるので、はいはい、まだまだ強くなると思いますし、本人も多分欲が出てると思うので、まあね、一番は若隆景さんがいるっていうのもあると思うんですけど、負けたくないなっていうので、でも家族もできたようなので、そうですよね、それも大きいのかなと思うんですけど、もう去年の5月でしたかね、もう最初のお子さん生まれて、まあ、これからというところだと思います。